ああ、これから帰るのか？和武と共にということは、お主も殿の護衛をすると考えてよいのか？なぜそのようなことを？和武にはそれをするだけの理由があると存じておる。だがお主に和武の事情は関わりないとまでは言わぬが、お主には他にすべきことがあるだろう。悪いが、理由もよくわからぬままに受け入れてやれるような状況ではない。なるほど。ここにいる方がその賊の手がかりを得やすいということか。ではその件、殿に話してみよう。ついてくるがよい。礼はまだ早い。話してみるだけだ。殿は拒絶されるかもしれぬぞ。殿、失礼します。左近、遅かったな。何かあったのか？実は、お話ししたいことがございます。話？手はずはすでに終えているはずだが。どうしてその女がここにいる？確かもう里に帰ったと聞いていたが。自分もそのように聞いていたのですが、彼女はここに残りたいとのこと。なんだと？和武と共に行動するということか。そもそも和武の護衛すら私は望んでないのだがな。ましてやお前のような物のわからぬ女鬼が私の周りをうろつくなど迷惑でしかない。恐れながら殿、今日まで和武は大いに我らの力となったかと存じます。そしてこの者は和武と同じ鬼の頭領であるとのこと。和武と同等の者がもう一人殿のおそばに加わると、単純に戦力としての是非をご判断ください。それに大阪に来る時もこの者に助けられております。
今後戦況はどのように展開するか分かりません。護衛をするにしても何をするにしても力ある者は一人でも多く必要です。好きにしろ。殿の許可が下りたようだ。よかったな。ふん、これは貸しだ。よく覚えておけ。その態度も常日頃心がけろ。戦の前、大事の前の小事だ。視界の端に愚かな女鬼が見え隠れするくらい耐えねばなるまいからな。お聞き入れくださりありがとうございます。悪い、遅くなったな。さすがに大阪城は沢山と違って一回り見てくるだけでも随分と時間がかかってな。なんでお前がここにいるんだ。この女鬼は里には戻らず、お前と共に私の護衛をすることになったからだ。待ってくれ。それ一体どういうことだ。なんだ、先に話をしていると思ったが、そうではなかったのか。まったく、手際の悪いことだ。悪いが少し外させてもらうぞ。ちょっと来い。護衛が増えたはずが、二人揃って席を外すというのでは本末転倒だな。手短に済ませて、なすべきことをなせ。なあ、分かっている。一体これはどういうことだ。里に帰れと言ったはずだろう。それを三成に話を通して護衛としてここに残るなんて、お前は何を考えてるんだ。お前のすべきことはそれじゃないだろう。姫を守ることだ。護衛をする相手を間違えるな。確かにここにいれば奴らの正体やあの薬についてわかることがあるかもしれない。だがそれは俺に任せておけ。それとも俺のことが信じられないか。なら話は終わりだな。三成には俺から話しておくから、お前は里に帰れ。それは俺の一族の問題だ。お前にもお前の一族にも関係のない話だろう。
俺が反対すると分かっていたから先に三成に許可を得たんだろうが、それじゃ筋が違うとは思わなかったのか。鬼の仲間として他の一族を助けることもいいだろう。だがお前には統領として守らなければならん自分の一族があるはずだ。道理にかなわないと思わないか。さっきも言ったが、痩せ姫を守ることこそがお前の最大の使命だ。真に背くことになると思わないのか。まったく、強情な女だな。お前のことだ。こうと決めたのであれば、何を言っても無駄なんだろうよ。じゃあ、改めて、俺から頼もう。一族の悲願のために、力を貸してくれ。礼を言うのは俺だろうが。いいことを教えてやるから、ちゃんと聞いておけよ。俺の姓は天霧。里を失い、流浪の一族となった我が一族の悲願のため、力を貸してくれること、棟梁として礼を言う。本当はちゃんとした名乗りってのがあるんだが、そういうのは苦手でな。悪いが省略させてくれ。決まってるだろう。お前が信頼できる鬼だと思ったからだよ。俺に言わせれば、名も知らない一族のために全てを投げ打って力を尽くそうっていうお前の方が驚きだ。ま、そんなお前だからこそ信頼に値すると思えるんだがな。ま、多少自分の思い入れのままに突っ走ったという部分は否定できないがな。今後はあまり勝手に突っ走らず、俺と万事相談するなり、頼るなりしてくれ。もう礼はいいって。何回頭を下げれば気が済むんだ。俺がお前を信頼するように、お前も俺を信頼してくれるなら、もう少し俺を当てにしてくれよ。だが、三成を解き伏せて、俺の信頼を得たとしても、まだ問題は残ってるな。おいおい、里のじいさんたちを忘れたのか？当然、まだ何も話していないんだろう。なるほど。
徹底して俺を最後に回して他から話をつけていったわけだな。冗談だよ。だがじいさん方がそれで納得するかどうかだな。俺と一緒にいては人と深く関わることになるし、何より危険にさらされる可能性がある。じいさんたちにとってお前は特別に大切な存在だ。手紙を送ったところで納得できずにお前を連れ戻しに来るかもしれないぞ。ま、それは来てから考えようぜ。とりあえずお前の部屋を一つ用意してもらわないとな。それから三成を護衛するにあたって必要なことを少しずつ教えていく。